ナンバーアンダーラインアイ平野翔亭平野陸イヘイサンマゴテンアンドレンドラ兄貴とは違う道、比較は不可避な運命、求められる結果。ナンバーアンダーラインアイの平野翔二十七27、の弟、平野陸二十25、が、t b s 系連続ドラマ、サッちゃん僕は、6月11日スタート、火曜23時56分に出演することが明らかになった。元、乃木坂クス樋口ひな、 二十六のセリン、十一田中武と、二十四青葵たの、二十四も新たなキャストとして発表された。同作はファンタスティックスの木村圭と、二十四を主演に迎え、長賀安氏による漫画、サッちゃん、僕は、集英者、を自社化。木村演じる主人公、片桐京介と地元に残してきた彼女、隣に住む人妻、そしてその夫、 4人それぞれの歪んだ愛が絡み合う裏切りから始まる純愛と破滅のラブストーリー。出演にあたって陸は、演技に挑戦をしたことがなかったので不安な気持ちもありましたが、新しいことにチャレンジするワクワクもあって、出演が決まりすごく嬉しかったです。僕が演じるフミヤは陽気な大学生なのですが、僕自身ポジティブで明るい性格なので元の自分と近い部分があり、演じやすかったです、とコメントを寄せている。 リクのドラマ出演発表に。リック君初のドラマ出演おめでとう朝から嬉しすぎるお知らせドラマ楽しみにしてるね。リク君本当におめでとうアパレル社長、アーティスト、ラジオ、バラエティにドラマまで、活躍の幅が広くてたくさんのことに挑戦してるリク君を近くでずっと応援できていて本当に幸せ。といった声が上がっている。リクは5月21日放送の踊る。サンマ御殿。 日本テレビ系に食に変なこだわりを持つ有名人として出演予定。地上波バラエティ初登場となる。これにも。地上波バラエティ初。おめでとうございます。リく君ん、地上波バラエティご出演おめでとう性格が抜群に良いリく君んだから、みんなに可愛がられるね楽しみだよ。リクくんとさんまさんがお話しするなんて感動です。などのコメントが寄せられている。 ナンバーアンダーライン愛、そして翔さんの活躍は目覚ましいものがありますが、弟のリクさんの露出も増えてきましたよね。リクさんは21歳でアパレルブランド RKS リッキー、リクスリッキーを立ち上げ、翔さんも旧ジャニーズ事務所在籍時からブランドのアイテムを身につけていました。平野家の仲の良さは有名で、昨年3月に地元、愛知で行われたイベントにリクさんがアーティストとして出演する際には翔さんを含め、 家族ぐるみで応援に来ていたとも報じられましたワイドショー関係者。